なさい。自分が許せない気持ちなの。自分なりにうまく進めていると思っていて、なのに落とし穴を見落としていた。かなりの部分はね。だって双葉ちゃん、和葉ちゃんのこと双葉って呼んでいたんだから。それもあるけれど、それだけじゃないの。双葉ちゃん、和葉ちゃんのことがどうしても認識できなかったみたいだから、目の前に立っても電話で喋ってもどうしても頭の中に入ってこなかったってこと。それは多分自分の中の和葉を守るためだったんだと思う。そうね。それが双葉ちゃんの隠された本心だったから。私、双葉ちゃんの京介くんに対する気持ち確認したことがあったでしょ。それがきっかけになっていた部分もあったから。だって好きな人を取られたくなんかないじゃない。二人は双子なんだから、同じ男の子を好きになったっておかしくない。女の子の方が早熟なのよ。だから、そう、マージは手洗いきっかけだったということもできる。目が覚めてくれさえすれば。私、聞いたわ。カウンセリングの時、昔を懐かしむみたいに。双葉ちゃん、京介くんと一緒に遊びたくてリハビリに励んだそうなのよ。再び歩けるようになったのも、今双葉ちゃんを取り戻したのも、みんな京介くんのおかげってこと。だからお願い、もう一度双葉ちゃん。
時間はまだだけどさ、席が埋まっちゃうかもしれないから。わかんないよ。あ、ほら、けどね、席は2つしかないんだよ。ああ、この血、これなら心配いらないよ。だって帰り血だもん。誰の血だかわかる？これね、私の兄貴の血なんだ。刺してやったんだよ、私。なんで刺したりしたかわかる？邪魔者だったからだよね。ああ、これ。心配しないで。帰り血だから。よかったね、二人並んで座れるって。空いてるのは確かだけど。けどね、京介ちゃんの隣っていう指定席は結局一つしかないから。だからね、私、一人なんだよね。こういう時、双子って困っちゃう。だけどもう、心の中から声が聞こえてくることはないはずだから。私の過去は私だけのものになったから。京介ちゃんもこれですっきりしたでしょ。京介ちゃんが好きなのは私で、私が好きなのも京介ちゃん。不安がなくなった。さ、映画見ようよ。京介ちゃん、疲れる。本当に疲れるよ。会えるかな、本当に。京介ちゃんに会えたみたいに
また会えるかな。これで最後にするから、だから教えて。そうだね。まあいつだって見に行けるもんね。手だよ、手。あたしはほら、寒がりだからさ。かもしれない。結局のところ、昔のあたしって、そもそも外で遊ぶの好きじゃなかったから。先生も力になってくれたし、それに京介ちゃんもね。京介ちゃんがこの手を離さなかったから。夢から覚めることができたのだってそうだし、私が私になるためには絶対に支えが必要だったから。だから私のことを話したら嫌だよ。京介ちゃんも練習すればいいんだよ。Thank you.
それがどうかした？あ、来てる、来てるよ。お土産っぽいの持ってる。もう気使わないでいいのに。多分どら焼きとかだと思うよ。京介ちゃん？なんだろうね、これ。まさか、吹雪じゃないよね。寒くはないし。変なの。何も見えない。京介ちゃん？京介ちゃん？